はい、こんにちは。物欲名古屋人です。中華有線イヤホン沼へようこそ。ということで、今回ご紹介するのはまたまたですね、中華有線イヤホンご紹介いたします。どっぷりと沼にはまっておりまして、見てください。はい、数々の中華イヤホンですね。特にダイナミックドライバーとバランスドアマチュアドライバーの、数の組み合わせでね、様々な音が鳴るわけでございます。ダイナミックドライバー3発搭載したものであったり、今回ご紹介するように非常に多くのドライバー搭載したものから、本当に中華有線イヤホンっていうのはコスパが高くて驚かされているこの頃です。非常に多くの中華有線イヤホンが発売されていますけれども、それぞれ価格帯であったりスペックの特徴が異なりまして、それによって聞こえる音というのももちろん異なってきますので、そのあたりの個性を感じて聞き分けるというのが非常に楽しいです。今後これらのイヤホンも順次紹介していきたいと思いますけれども、まずは何よりも衝撃を受けた超絶おすすめしたいものから紹介していきます。今回こちらですね、ほとんど CCA というメーカーと、今回紹介する KZ というメーカーがこういったコスパいい中華イヤホンの、二大巨頭というかね、占めるわけですけれども、今回こちらです。 KZ から発売されてます ZAX という有線イヤホンでございます。こちらマイク付きも販売されているんですが、マイクないバージョンですね。シルバーです。カラーはシルバーということで、もう今外に出してますのでパッケージ状態はお見せできませんけれども、このように KZ の特徴はこのようにネームプレートみたいなのがついていて、高級感があるねパッケージになっているんですが、よくねこれ届く時にずれてたりします。これ単にテープかなでこう貼ってあるだけなので、なんかねこの前こんな感じでずれて届きましたけれども、このあたりは愛嬌でしょうね。あとイヤーピースとケーブルが入っているというだけですね。この後ろに、はい、このように入ってるんですけれども、これは今もう取り出してますので、こんな黒いパッケージに入っているのが、KZ の特徴ですね。そして本体がこちらです。こちら今リケーブルしてある状態ですけれども、本体はこのような2ピンタイプですね。はい、こんな感じ、ちょっと抜きましょうか。シルバーですけれども、その下のブルーが非常に綺麗ですね。はい、このような形をした有線タイプのイヤホンでございます。 KZ の ZAX っていうのかな、 ZAX、 こちらこのようなデザインになっていまして、耳への装着性も問題なし、かなりね装着感いいです。こういった中華製の有線イヤホンっていうのは、こういった2ピンタイプで、こういうね端子ですね、このような端子で、すでにこう癖がついてます。仕上がけの癖がついているものがほとんどです。これはリケーブルしているものですけれども、だいたいね付属されているケーブルがこんな感じの白いタイプのケーブルが確かついていたと思います。こんな感じですね。こちら同じ形ですけれども、こちらが標準でついているケーブルですが、このケーブルでもね十分いい音するんですけれども、やっぱりこの最初のケーブルっていうのはバージョンアップ、グレードアップすることをお勧めします。アンバランスでしたら、同じく KZ が出しているね、例えばこちらですね、 OFC オキシジェンフリーカッパーアップグレードケーブル、こういったもの変えてみるだけでも音質変わりますので、こちらですね、そのケーブルがこちらです。ちょっと違うイヤホンついてますけれども、非常に太くてしっかりとしているのがまずねお分かりいただけますでしょうか。はい、このようにしっかりとしたアップグレードケーブルを使うことで音質っていうのがまた変わりますので、こういったのの楽しみっていうのもオーディオイヤホンの楽しみですね。ちなみにこちらは純銀のケーブルをリケーブルしています。 4.4mm のジャックに、はい、このようにリケーブルしてます。こちら 4.4mm のジャックの純銀タイプのケーブルですね。こちらなかなかクリアでいいですけれども、このねケーブルはまた別途紹介したいなと思いますけれども、本体はこちらです。こんな感じのシルバーとブルーの非常にかっこいいデザインをしています。で、このイヤホン特徴は何かと言いますと、ドライバーの数ですね。なんと7個のBA バランスドアマチュアドライバーと1つのダイナミックドライバー、合計片方に8個ですよ、8個のスピーカーというかねドライバー搭載して、両方で16ですので、ここにね16ユニットって書いてあるんですけれども、すごくないですか。これ片方に
8個両方合わせて16個のドライバーが入っているというね、まあタドライバーイヤホンと言われるものですけれども、この音質がね素晴らしいです。多くドライバー入っていると下手するとね破綻しがちです。それぞれね干渉し合ったり、あとはねバランス、高音域から低音域までバランスよくこう出るようなドライバーの設計になればいいんですけれども、どっかの波長がこう強すぎたりねすることもあると思うんですけれども、このイヤホンは低域から高音域まで非常にバランスよく、ドンシャリ傾向、弱ドンシャリではあるんですけれども、まあ、フラットに近い感じというふうに私は思っています。このイヤホンは本当にこれまでのこういったイヤホンのね常識というかね概念を覆すような音質だなというふうに感じてます。特にアンバランス接続、こういったリケーブルをしてアンバランス接続してみてください。もう感動いたします。あとはしっかりとした音源というか再生ですね。まあこういったポターンでもいいです。ポターンに、こちらね 2.5 ミリから 4.4 ミリのケーブルかましてもいいですし、あとはこういったポータブルオーディオプレイヤーで聞くとより良い音で聞けるかと思います。こちらシャンリンの M3X というポータブルオーディオですけれども、さらに、ここねアプリ、これ Android 搭載していますのでアプリが自由に入れられます。そして私のおすすめはタイダルです。タイダルという音楽アプリですね。こちらタイダル、まあちょっと日本ではサービスやってないので登録等は日本ではちょっとサービスやってないので登録等は一工夫する必要があるんですけれども、このタイダル何がすごいかと言いますと MQA 音源ということで、例えばねこのエクスプローラーで調べますと、このねタイダルマスターズというのがありまして、このね M のマークついている音源がすごいです。すごいというかね、はい、このように 705.6kHz と書いてありますけれども、これ DSD 音源の 11MHz かな、はい、という素晴らしい高音質でマスター音源で聞くことができますので、この MQA デコードができるというのがこのシャンリンの M3X の一つの特徴でもあるので、タイダルアプリとこういったもう素晴らしい音源、劣化のない音源とこういったタドライバーイヤホン、そして何よりも素晴らしいのがバランス接続です。これバランスケーブルとバランス端子、この 4.4 ミリですね、バランス接続をすることで、こちらアンバランスですけれども全然音が変わりますので、ぜひねバランス聞いたことない人試してください。もうね一度バランス接続の音聞くと、まあ、戻れないとまでは言いませんけれども、病みつきになると思います。はい、あとはイヤーピースですけれども、これまだね試してみません。これ標準のものですけれども、今まあ定番ですよね、ファイナルのこういったねイヤーピース、これでまたねどれぐらい変わるかっていうのはちょっとね楽しみではございますけれども、こちらまあこのようにリケーブルであったり音源、そしてイヤーピースと様々な楽しみがある中で、この ZAX7つの BA ドライバー、バランスドアマチュアドライバーと1つの 10mm のダイナミックドライバー搭載しています。ここですね、ダイナミックドライバー見えますね。そして、そのね、周りにはこう BA ドライバーが、ね、散りばめられているんですけれども、よくね、ここに収めたなという感じです。こちら ZAX。音質ですけれども、まあ、先ほども少し述べましたけれども、低音域から高音域まで非常によく出ていて、音場がそれなりに広いです。結構な、ね、空間広がる音で、うん、なんて言うんでしょうね、本当、まあ、モニターライクっちゃモニターライクで高解像度です。そしてただ、ね、低音はそこまで出ているわけではなくて、適度な低音なのでズンズンどんどんっていうような音ではないですね。高音域の伸びっていうのが非常に特徴で、これはね本当文句のつけようのない音質だなと思います。どっかねドンシャリで中音域がへこみがちとかねよくあるんですけれども、全域にしっかりと前面に音が出てまして、本当解像感高くて迫力のある音を聞かせてくれますので聞いていて楽しいですね。うん、これは本当に驚かされてます。そしてコスパです。コスパ、まあこれがねこんだけ合計16個のドライバー積んでいて、まあ例えばですねお値段10万円となりますってなるとですね、まあまあまあって思うかもしれないですけれども、なんとですねこれ、私ねこういったイヤホンは全部アリエクスプレスという海外のサイトから購入してます。アマゾンでも購入できるんですけれども、こういった中華有線イヤホンの楽しみっていうのはやっぱりねどれだけ安く買えるかっていうところにもあるかなと思いますので、
Amazon だと翌日届いて、まあ値段的にもプラス1000円ぐらいするというところですけれども、まあ、AliExpress はまあ大体2週間ぐらいでね届きます。まあそういった時の待つ楽しみ、これすぐね明日欲しいっていうような、なんでしょう、明日ないとやばいっていうようなものでもないので、AliExpress を使って、ポチって、あとは気長に楽しみに待つというようなところもね、一つの、まあ、こういったなんでしょうね、ワクワク感っていうのも楽しんでいるところですけれども、これなんと購入した時が53ドルです。まあ大体日本円で言いますと5800円、6000円切りで、なんと8ドライバーですよ。8ドライバーのイヤホン片側購入できるという、この驚愕のコスパ、そしてそれに伴った音質、もう言うことないですね。ということで、いや、すごいなと思ってこの沼にねどんどんハマっていくわけです。まあ、もっと安いものだとどこまで音質がこう、まあ、落ちるというかね変わっていくのだろうというのも楽しみですし、このバランスドアマチュアとダイナミックドライブの数のバランスであったり、あとはその配置の特徴であったり、筐体の大きさ、あらゆる面でそういったイヤホンの個性をね聞くのがねほんと楽しいですね。うん、ということで皆さんいかがでしょうか。おすすめのイヤホンあったらぜひ教えてください。だいたいね有名どころは今入手し続けているところでございますけれども、私の、知らないところがあったらねぜひ紹介してほしいというのが、まあ、本音でございます。今どんなもの今あるかと言いますと、ちょっとざっと紹介していきますと、 CCA の C12 というものと、あとダイナミックドライバー3発、これ D96、 これね視聴者さんがいいよとコメントくれたものですね。あとは CCA の CSN というものと、KZ のこちら AS10 というものですね。AS10。そしてあとはこれか、ZS10 Pro というね、こちらもなかなかね、いい音してますけれども、こういったものを順次入手しておりますので、さらにこういうのいいよというのがあればね、ぜひぜひ教えてください。入手してレビューしてみたいと思います。ということでいかがでしょうか。 7BA ドライバー1ダイナミックドライバーのバランスが本当によくマッチした秀逸な商品だと思います。この価格でこの音質というのは考えられないかなと思いますので、本当感動した商品ですので、ぜひね気になっている方チェックしてみてください。1万以下のイヤホンの中では最強クラスなんじゃないかなと思うぐらいいい音がします。アンバランスでもバランスでもね両方いい音しますけれども、ぜひともバランス接続のリケーブルお試しください。普段聴いている曲全然違って聞こえると思います。聞こえてこなかった音色だったりバランスっていうのが感じられますので、ほんとゾクゾクすると思いますよ。ということで今回は KZ から発売されています ZAX というイヤホンご紹介いたしました。ちょっとね興奮気味になってしまいましたけれども、今回もご視聴いただきありがとうございました。